おおおお自信が持てたってことだよね。美白じゃねえかよ。ウポポ族の皆さんですか。ここに私はいるよっていう意思表示やん。おはようございます。おはようございます。なんでそんなテンション低いの？へそ曲げてんねん。なんで？なんで？なんでお前待ってたとか言われなあかんねんと思って。すいませんでした。いいよ、いいよ、それだけでいいんだよ、お前。それだけでいいんだよ、お前。さあ、はい、8分遅れで始まりました、ノーグッド TV。突然ですが、お二人は、ガングロメイク、ヤマンバメイク、異色肌メイクという言葉を知っていますか？異色肌って、なんか青とかって。わかんない。異色肌って何なの？え、これだから全部ギャルってこと？でも、ガングロメイク、ヤマンバメイクは10年前とか20年前？割と結構前に流行ったよね。うん。今日はそんなガングロメイク、ヤマンバメイク、異色肌メイクについてゲストをお招きしてメイクの勉強をしていこうと思います。メイクの勉強。でもおるの？今もおるの？そういう、あの、ごめん、俺あんま、俺が知らんだけなのかもしらんけど、そのガングロの人だったり、ヤマンバさんだったり、異色肌さん。あ、おるん？だから、再発してるってこと？流行りは、もう一回、こう、流行ってる。お前さ、思ったよりズボン短いのマジやめてほしいねんけど。勉強しようか？あ、来てくれてる、はい、お呼びしましょうって書いてある。はぁ、おぉおぉおぉ、ちょっと待って、ね、こんにちは、はじめまして。あの、はじめまして。ウポポ族の皆さんですか？順番に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか？じゃあ、デデさん。はい、で、メイクは、3年ぐらい。ああ、浅いんだ。よろしくお願いします。お願いします。デデさん。そして、じゃあ、ウヌさん。はい、ウヌとイヌ。ヤマンバですけど、私も3年ぐらいなんですよ。あ、そうなんや。3年ぐらい。あ、でも、ヤマンバメイクって自分たちでもヤマンバって言っちゃうんだ。そうですね。まあ、ウポポ好き的な。じゃあ、つながさん。はーい、こんにちは。こんにちは。です、異色肌ギャルです。あ、異色肌。異色肌。まあ、確かに黄色っぽい、こっちから見受けられるのは。黄色です。あ、黄色、ね、やっぱそういうことや、そういうことや、だから。え、手は、メイク歴3年？はい。3年？手は、それグローブつけてるんですか？そうです、グローブです。あ、そうなんや。え、ここは塗ってんの？タイツです。あ、全身タイツみたいな。はい。ここは？こういうところは塗ってます。リアルの肌で。はい。ごめん、ちえりさんは異色肌なのは分かったんですけど、はい、うぬさんもヤマンバののはちょっと紹介していただいたんで分かったんですけど、デデさんっていうのはどの部類に入るんですか？私は、ガングロギャル。ガングロ？ガングロ。はい、デデさん、うぬさん、ちえりさんって、それぞれメイクって、どれくらいかかるもんなんですか？時間って。デデさんからじゃあ。私は2時間くらいです。やばい。2時間？はい。メイクに2時間。うん。で、全部で6時間。6時間かかってるって。4分の1日やろ。やばいね。寝た方がいいよ。え、うぬさんは？私も全部で2時間くらい。メイクは1時間ちょっと。で、あと整えてみたいな感じです。何を整えてメイクって整えてるもんじゃないの？だってメイクの後ちょっと髪の毛とか、あとそう、爪とか。すげえな。それ箸持てるの？箸持ってます、ギリギリ。もうそれでつまんで食べたらええやん。汚れちゃうね。ちえりさんは？はい、私も2時間ぐらいで、うん、なんですけど、ピックつけたりとか全部して、うん、大体2時間です。2時間やん。結局2時間だ、ね。ちなみにそれって皆さん、普段じゃあ明日とか遊びに行こうとか友達と約束してるってなったら、その格好でその待ち合わせ場所まで行くってこと？
そうです。そうです。あれ、チエリさんは行かないんだ。違った。何のビジネス移植派だ。なんでそのメイクにたどり着いたん？いろんなメイクあるわけ、ナチュラルだったりだとか。デディさんは？私はナチュラルメイク全然似合わなくて、うん、で入りはネオギャルっていうギャルとはまた違うやつだったんですよ。あれだ、あの上野アリサとかでしょ。そう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 です。上野アリサさんの大ファン ですごい可愛いって思ってハマっていきました。うねちゃんは？私もともとロリータで。ロリータってあの黒い服着て傘持ってる系な？あ、ピンクですね。ピンクの服着て傘持ってる。メルヘンチックのやつだ。そうそうそう。で、そっから黒ギャルになってヤマンバだったって感じです。あ、じゃあそういう、こう、いろんななんとか期を経てるわけや。そうですね。へえ。そのなんか、黒人への憧れとかってことでもないんだ。あ、でも黒人さんやっぱかっこいいって思います。そうだよね。めっちゃかっこいいよね。うん、え、それ首は？首はちょっとね、地肌だね。ちょっと最近焼けてなくて隠したい。全身タイツなわけじゃないよね。全身タイツ。塗ればよかったな。ちょっと今日。美白じゃねえかよ。え、これ正直だって歩いてたら振り返られへん。え、めちゃくちゃあの親が泣くぞって。マジ？私たちはもういろんなからいるから歩くインスタスポットになってます。あ、そうなんや。歩く何スポット？インスタのインスタ映えスポット。ああ。映えみたいな。あ、ちょっと一回ちょっと待っててもらっていい？どこをフラフラしてるの？渋谷とか。まあ撮影場所が渋谷が多いので渋谷だったりロケ先とかで。何言われとんねん。どうした？ふぬさんは？北九州と博多ですね。北九州って博多じゃない？小倉？小倉っす、小倉。マジか？ここは小倉。ここは小倉。マジで？いやでも小倉でそれやってるってよっぽど東京でやるよりもやっぱ気合い入りそうな感じするもんね。ちょっと。あーね、おばあちゃんによく話しかけられるんですよ。なんて？え、あなたすごく綺麗な髪の毛の色でみたいな、ありがとうございますみたいな感じ。おばあちゃん優しい。おばあちゃん優しいか。おばあちゃんめっちゃ優しい。よかったよかった。優しい人が多い町だね。優しい。うん、え、デネちゃんはどこにいるの？私は東京です。東京。はい。青梅市。え、あ、いや怖い怖い。俺当てていい？当たってたら言ってな。じゃあ、はい、中央区でしょ。いや違う。はい、もうアウト。はい、そんな話。これそういうメイクやってて得したなって思ったこととかある？ある人おる？はい。どうした、うねちゃん。自分が好きなキャラとかをかけてるんですけど覚えてもらえるっていう。あー、なるほどね。ちゅりちゃんは？私は普段タレントやってるんですけど、うん、あることで仕事が黄色の方でも仕事がいっぱい増えて得しました。あ、そうなんや。まあそれはだからビジネスってのね。え、私20キロ痩せました。すごい。20キロ痩せた。めっちゃ太っててお腹で、だけどギャルになってから性格も明るくなりました。あ、でもそれはいいことだね、うん、はい。性格が明るくな、自信が持てたってことだよね。それをやっててね。ここでお二人にクイズに挑戦していただきます。題してスピン当てクイズ。今から1枚だけスピンの女性の顔を出しますって、どういうこと？すっげえむずい日本語。今から1枚だけこの3人の力ってことだよね。誰の写真なのか予想してください。おお。え、でも目もグリッと大きい方やんか。え、誰なんこれ、こん中におんの？え、みんな、ちょ、みんなあの口閉じてもらっていいですか？あー、これ案外ちえりちゃんかもしれないね。いや、俺これ正直ちえりちゃんはないと思う。フェイスラインが違うやろ、だって。いや、髪で隠れてるからわかんないじゃん、上。え、どうなんやろ。オッケー。これ一人ずつじゃあ予想する？いいよ、ジンは。俺、え、いい？いいよ。俺は、うん、ちえりちゃん。俺は、デデちゃん。
ごめん、うぬちゃんかわいそう。誰かうぬちゃんどこだっけや。じゃあちょっと待って、うぬちゃんさ、うぬちゃんさ、はい、ちょっとさ、こう顎引いてさ、こっち向いてみて。こうか、こうか。おい、いらんことすんな、いらんことすんな。いや、これうぬちゃんもありえそうな気がしてくるな。あ、そうね、なんか眉毛の、眉毛と目の近さとか。うん。あ、うぬちゃんかもしんない。俺、うぬちゃんにしよっかな。なんかこの子、博多の、博多というか九州の女の子っぽくない？ちょっとこの写真の子、ちょっと気の強い。俺なんか俺、俺うぬちゃんにしよっかな。じゃあ、ごめん、お前そのするか。いや、俺ちえりちゃんで、うん、俺眉毛上に描いてる気がするんだよね。あ、ちえりちゃんが今、ちえりちゃんがなんかわざと。じゃあ俺うぬちゃん。俺ちえりちゃん。それでは正解発表前に3人には化粧を通してすっぴんを公開していただこうと思います。今回は専科さんにご協力いただき、洗顔専科パーフェクトクリアクレンズをメイク落としのためにご用意していただきました。僕の手元にも商品がこれ届いてます。皆さんの手元にもこれございますか？はい。じゃあちょっとすいません、お手数ですが落としていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、はい。こちらのですね、洗顔専科パーフェクトクリアクレンズはクレンジングオイル層がウォータープルーフマスカラなどバッチリメイクを、毛穴ケアジェル層が毛穴に蓄積した汚れを吸着、2層になっている。1回の洗浄でメイクも肌の汚れも落としきるので、必要以上に肌に負担をかける心配はありませんということです。俺らは分かんない、うん、でも濃いメイクも毛穴の汚れも落としてくれるってことでしょ。普通こう何個もプロダクトを使うんだけど1個で済むみたいな感じなのかな。きっとそうじゃない。で、うん、クレンジングオイル層と毛穴ジェル層の2層処方により、一度でバッチリメイクも毛穴汚れも落としきれるだけでなく、マスク生活により不安定になりがちな肌環境を受け、肌への負担をなるべく減らすことができるワンタイム BO ができる商品です。あ、だからやっぱそういうことだよね。1個のプロダクトでオールインワンみたいな。オールインワンみたいな。皆さん落とし終わったみたいなんで、ジーンは結局ちえりちゃんって言ってたっけ。で、僕がうぬちゃんで、デデちゃんはデデちゃんをデデちゃんでもない。何言ってんの。あ、デデちゃんから行こうか。じゃあデデちゃん。はーい、よいしょ。あれ、そんな顔してたのか。はい。そんな顔してたのね。あ、じゃあ違うことだよね。え、違うってことやんね。デデちゃんではないってことやんね、さっきの写真は。違います。あ、なんかめちゃめちゃ幼くなるな、やっぱり。そうなんです。なんか私結構いい女目指してるんですけど、赤ちゃんって言われます。でもそれの反動でああなったんやな。まあまあ、いろんなことを経て人って形成されていくから、はい、もしかしたらそれが今自分の理想になるかもしれないですけど。うん。あ、本当ですか。うん、いや、そうでしょ。そうなるといいな。うん、ただその一回こう寄り道がすごい突拍子もないと突拍子もないとか言ったらあかんのかな。ここに私はいるよっていう意思表示や。はい、うん、ありがとうございます。なんでちょっとこう励ましてる感じなんか全然わからない。いや、でも俺もうこれ絶対買った自信があるわ。絶対うぬちゃんよ、さっきの写真。じゃあお二人お願いします。はい。ええ、ほら、うぬちゃんやん。うぬちゃんやん。うぬちゃんだ。よかった。なんか、ありがとう。なんか、すごい、なんやろうな、さっきまであそこまでメイクしてる人たちが、こう、裸見せられてる感じというかさ。服脱いだ感じになるよね、なんか。うん、なんか。うぬちゃんがすごい博多の女みたいになってる。そうやね。ちなみにさっきのこれ使い心地どうでした？やって。あ、めちゃめちゃ良かったです。私のメイク落とすの大変なんですけど、うん、なんかするってすごく早く終わりました。あ、本当ですか。うぬさんは使ってみてどうでした？なんかすごい洗った後がしっとりした。あとめっちゃいい匂いがする。すごいいい匂いがして、めっちゃそう、うん、癒されました。あ、いい匂いだ、メイク落として。あ、ほんまや、いい匂いする。すごいいい匂いで、なんかいい気分。あ、めっちゃいい気分。そっか。デディちゃんは、私
私オイリー肌なんですけど、なんか毛穴の汚れがごっそり落ちるって書いてあって、なんか嬉しくなりました。じゃあ皆さん今日はなんか貴重な日曜日を僕たちに咲いていただきありがとうございました。桜こそありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。俺らのことを応援してね。はい、もちろん。はい。ガングロメイクが流行り出してきてるっていうのがちょっとカルチャーショックだったみたいな感じでした。お前感想ないんやったら言わんでええよ。